そう、まずは決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。どのレースをご自身で振り返っていただきたいんですか。まあ、アクシデントがあったので、まあ、そこに関して、まあ、レースの展開は少し変わってきたんですけど、まあ、その後にもちょっと前方の選手が走ってて落車の危険があったので、そこは冷静に一旦レースを見て、あとは落ち着いたタイミングで仕掛けました。今日の仕掛けはいかがですか、昨日と比べて。そう、まあ、昨日と比べて距離も短くしたし、あとはまあ自分の調子を見るためにも一生懸命ゴールまで踏んで、上がりタイムはそこまで悪くなかったので、まあ、調子は悪くないかなと思います。2日間走られた印象はいかがですか。まあ、昨日と今日でセッティングも変えて少し走りやすくなって、まあ、明日に向けていいムーブができました。まあ、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、セッティングを変えて良くなったということですけども、まあ、この過密日程の中、ご自身の体調面というのはどうでしょうか。体調は、まあ、私はもともと時差とかそういうのもあんまり感じないタイプなので、特に問題はないんですけれど、ちょっと暑いなってあるんですが、まあ、そこは極力室内にいることによって対応できているので、ラストは12レースになるので少し快適に走れるんじゃないかなと思います。まあ、地元戦ですけども、お客様の声っていうのはこの連日どうでしょうか。今日は2レースで朝早かったんですけど、その中でもたくさんの声援があってすごく嬉しかったです。わかりました。では明日に向けての意気込みをよろしくお願いします。はい、明日12レース最終なので、灼熱の中熱いレースを届けられるように頑張ります。応援お願いします。まずは決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。お気持ちから聞かせていただければ。まあ、まずほっとしてます。はい、ちょっと今日の競争も振り返っていただきたいんですけど、はい、どのように最初は考えていらっしゃいました。まあ、位置取り的に里見の後ろになったんですけど、まあ、自分から動こうとは考えてて、で、まあ、そうですね、結果前に出れたんですけどペースでかけちゃったんで、なんかトップスピードに上がらないままゴールしちゃったんで、まあ、そこは反省点ですかね。はい、その里見さんの仕掛けはいかがでしたか。強かったです決勝戦もまた対戦になりますけど。そうですね、まあ、11-4 で上がってるんで、どうしたら勝てるんだろうなみたいな感じです。はい、まあ、2日間走られてってご自身はいかがですか。まあ、初日は何もできずに終わって、今日はしっかり仕掛けて前走って2着だったんで、まあ、状態的にはまあ、初日自力出してない分比べられは しないんですけど、まあ、良くなってるって思って、最終日も自分にちょっと期待したいなと思います。お願いします。お願いします。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。本日のレースなんですけども、ちょっとアクシデントもありましたけど、はい、あのあたりっていうのはどうだったでしょうか。そうですね、なんかちょっとバック踏んじゃって、まあ、そこからこうダラ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 前に出る形になっちゃったんで、勢いよくもっと行けばよかったんですけど、なんかなんだろうな、ちょっとこう見ちゃった部分はあったんで、もうちょっと思い切り仕掛けられたらよかったなっていう反省はあります。この2走、まあ、下の佐藤選手と連日対戦になりましたけども、はい、このあたりはどうでしょうか。まあ、対戦してみて強いんで、吸収するところ学ぶとこしかないと思うんで、まあ、上がりタイムもこんなに違うんで、脚力的にも全然足りないとは思うんですけど、その足りない部分を気持ちでカバーして、優勝できるように頑張りたいと思います。まあ、児玉選手はやっぱ夜の方が多分走るのはいいんじゃないかなと思いますけども、明日12レースですけど、そのあたりはどうですか。明日12ですか。明日12レースです。そうですね、暑いの本当に苦手なんで、12レースぐらいの方が基本的にも自分は好きだと思うんで、そういうのを味方につけてというか頑張りたいと思います。わかりました。ではたくさんの方が投票してくれましたので、はい、ファンの中でメッセージと意気込みをお願いします。はい、今年もたくさん投票ありがとうございます。決勝戦しっかり優勝できるように精一杯頑張ります。ぜひ応援よろしくお願いします。まずは決勝進出を見ております。はい、ありがとうございます。今日のレースご自身で振り返っていただきたいんですけど、
誰か仕掛けてくるかなと思って前からの組み立てになったんですけど、誰も仕掛けてなかったので、めっちゃ緊張しましたけど、もう自分で踏み込みました。覚悟を決めた瞬間はいかがでしたか？ああ、でもこの1年間やっぱり仕掛けることを主にレースやってたので、腹くくるっていう意味ではもうなんかしっかり気合は入りました。まあ、後続の仕掛けもありましたけど、いかがでしたか？もう後ろを見る余裕とかも何もなく、とりあえず踏んだので、なんか後ろどうこうっていうよりかは何もなかったです。あ、ゴール駆け抜けた時っていうのは3着残れたかな。ちょっと後ろには抜かれちゃったけど、1着は取れなかったけど、車検に貢献できたのかなって思ってモニターを見ました。で、まあ、決勝進出も決まりましたけど、はい、初めてこうやって選ばれたメンバーの中で決勝に乗ることができたので、一歩成長できたのは本当ファンの皆さんのおかげです。2日間走られてますか？めちゃくちゃやっぱ調子もよく、メンタル面もすごい仕上げてきたので元気な状態です。お願いします。お願いします。本日のレースなんですけども、少し重たかったというふうに言ってられましたけども、予選はなんか体調面なのか、セッティングを触ったとかいろいろあったりします？特にもうバンク状況がってことですね。セッティングも、体調も全然完璧なんですけども、なんかやっぱ昨日の初日の夕方に比べると昼の方がすごいなんか重たかったです。じゃあまた明日になったらまた違う感覚に、明日は12レースなので、はい、になるかなっていう感じですか？そうですね、多分お昼よりかは涼しいと思うし、いい状態にはなるんじゃないかなと願ってます。じゃあもうバッチリそこに挑めそうっていう感じですかね？はい、もう明日の決勝に向けて今から仕上げたいと思います。最後にファンの方へメッセージをお願いします。はい、皆さんいつも応援ありがとうございます。本当にファンの皆さんと一緒に過ごせることが感謝の気持ちでいっぱいで、皆さんのことが大好きです。これからも応援してくれたら嬉しいです。藤井選手、決勝進出のことです。そういう気持ちからまず聞かせてもらいたいですか？はい、ちょっと不甲斐ないレースがずっと続いていて、オールスター競輪が、オールスター競輪じゃない、今回オールスター女子オールスター競輪、女子オールスター競輪でいつか、お客様の投票のおかげで女子オールスター競輪が決まって、もうすごく頑張りたいって気持ちで入った初日だったので、不甲斐なさが出ちゃったんですけど、なんとか決勝に乗れてよかったと思います。その今日のレースを振り返りたいんですけど、ちょっと後方からになりましたけど、5番車でしたし、後方になるなと思っていて、初日外並走してしまったので、それはもうやってはいけないなと思いながら頭に入れておいて修正できたかなと思います。で、まあ、上がっていって最後仕掛けていきました。その辺はいかがでしたか？はい、練習は本当にできていて、とてもいい感触なので、その成果がしっかり出せたなと思います。この舞台の1着ってのはいかがですか？本当にビッグレースの1着が久しぶりで、勝ち上がりで久しぶりで決勝に乗れたんですけど、やっぱりどんなに成績が悪くてもずっと応援してくれてるファンがたくさんいるので、その人たちに背中を押された感じがあります。なんだこれはって、なんか一匹でしょ。お願いします。坂口選手が、まあ、石井選手と助けてもらったり励ましあったり支えてもらってるって言ってましたけども、石井選手から見て坂口選手はどういった存在でしょうか？はい、本当に逆なんですけど、まあ、なんか話聞いてもらったり一緒にご飯行ってもらったり、さっきも一着だったんですけど、風花が喜んでくれて一緒に泣いたりしてて、本当
支え合ってるっていうのが合うかなと思います。その坂口選手と、まあ、決勝一緒に走る形になりますけども、はい、何か感情あったりしますでしょうか。明日の決勝からは、ライバルだと思って走ります。わかりました。ご自身の体調面というのはどうでしょうか。夜、また今回昼ってなりますけども、はい、体調面は本当に来る前から全然調子もいい感じで、練習もいい感じで、毎日いい感じなんですけど、とにかくレースが走れない状態が続いているので、昼と夜はあまり関係なく、今日勝てたのでアップデートできると思います。わかりました。では最後にたくさん投票してくれたファンの方に向けてメッセージをお願いします。はい、お客様の投票のおかげでドリームレース走れて、声援のおかげで決勝に乗ることができました。悪い成績でも常に応援してくれてる方たちのために感謝を込めて走りたいと思います。明日の決勝もよろしくお願いします。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちからまず、とりあえず決勝戦乗れてホッとしてます。今日の予選2位ですか、振り返っていただきたいんですけど、いかがですか。は、まあ、落車もちょっとあってイレギュラーなレースになったんですけど、なんとかリカバリーできたかなという感じです。2走走られてご自身はいかがですか。足の状態はすごい、まあ、いいんですけど、まあ、それ以前に力不足っていうのをすごい感じてます。周りの選手を見てる走ってって感じです。はい、まあ、決勝戦ですけど、どのように走りたいと考えていらっしゃいますか。そうですね、もう自分の力出し切って走るだけだなと思ってます。お願いします。お願いします。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、足の状態、調子はいい方っていうことでしたけども、まあ、気持ちの面での部分話されてましたけども、そのあたりはどうでしょうか。そうですね、気持ちの部分もしっかり、まあ、そんなに上がることもなく、まあ、落ち着いて走れてはいるかなと思ってます。まあ、連日佐藤選手、児玉選手との競争になりますけども、そのあたりは実際レースしてみてどうでしょうか。はやっぱり脚力不足を感じますね。そのあたりはどういうふうにカバーしていくとかっていうのは今のところ何かあったりはしますか。はもう気持ちでカバーしていくしかないですね。わかりました。では、最後ファンの方へメッセージよろしくお願いします。はい、今年もたくさん投票ありがとうございました。明日もしっかり自分らしい走りをして、走り切りたいと思います。まずは決勝進出となりました。今の気持ちから聞かせてください。今回も本当にギリギリで乗れたんで、まあ、そこは本当に、まあ、乗れなかったと思ってたんで、はい、しっかりとチャンスつかめたので楽しみたいと思います。はい、予選の1から決勝に勝ち上がったの坂口選手と出てきたんでしょうか。あ、本当ですか。全然知らなかったんで、でも今日も諦めてはなかったんで、昨日夜しっかりと考えて整理して、まだ本当に 10% ぐらいは絶対望みはあると思ってたんで、一着も可能性はあるし、諦めずにとりあえず今日しっかりと自分らしいレースしようって思ってたんで、その気持ちが実ってよかったです。今日のレースも振り返っていただきたい。ちょっと高校でしたもん。そうですね、やっぱり明日も6番車で、3日間6番車で、まあ、なかなかないことなんですけど、本当に外枠で後方になるのは分かってたん でそこでやっぱり前の選手が動かなかったら、ここで動かなかったら自分で動こうと決めてたんですけど、そこはもう冷静に動けたんで、はい、終わりしかなかったと思います。で、2日間走られてもいかがですか。やっぱり正直本当に一番自分が良かった頃に比べると、まだまだ足りないなって自分の中でも思ってて、力的にもそうですし、メンタル的にもまだ全然足りてないんで、でも今のこの自分の状態でどこまで戦えるかっていうのをしっかりと試しながら、本当に出し惜しみせずに頑張りたいと思います。お願いします。よろしくです。まあ、指定練習が良かったというコメントがありましたけども、はい、実際レース走ってみてどうでしょうか。昨日ちょっと時間なくて指定練習乗れなかったんですけど、やっぱり自分の感覚が悪い時とか、その調子があまり良くない時とかにしっかりとバンク自分でゆっくり乗るのが結構大事だったりするんで、で今日本当に感覚が良かったんで、
まあ、今日も行けるなっていう気持ちでレース走れて、しっかりと勝てはしなかったんですけど、悔いなく走れたので、はい、明日につながると思います。明日もしっかり乗って本番に臨みたいっていう感じですかね。そうですね、明日も時間あるんでしっかりと乗って感覚確かめたいです。まあ、連日夕方前ぐらいのレースで、明日は夜のレースになりますけども、そのあたりはどうでしょうか。普段外に出ないので夏に弱くて、結構夏バテで熱中症になることが多かったので、まあ暑くないんで夕方だっていうことは、なんかそこの面では不安もないので、しっかりとベストコンディションで走れるように頑張ります。わかりました。最後に意気込みとファンの方へメッセージお願いします。はい、まずはたくさんのご投票本当にありがとうございました。しっかりと無駄にしないようにこのチャンスをいただいたので、私らしく最後まで走れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。決勝進出となりましたが、その今の気持ちから先に聞きたいですか。2日目6着でもう乗れないと思ったんですけど、ドリームレースのポイントもあって乗れて、本当にお客様の投票のおかげで乗れる決勝戦なので、もう一回気持ち切り替えて明日頑張りたいです。ちょっとレースの方に振り返っていただきたいんですが、今日はどのように考えていますか。なるべく前の方でレースがしたいな。でもちょっとスローの展開だったので、得意なパターンかな、まくり発進したいなって思ってたんですけど、全然車間が取れなかったし、仕掛け方っていうところですごくミスがあってうまく出れなかったです。ちょっと苦しいところ踏んでるかなみたいな感じで見えましたけど。そうですね、まあ位置としては位置だったり、その踏むタイミングが悪くなかったとは思うんですけど、そのやり方が違ったまくり方ってあるんで、自分としてはその要因が分かっているので、そこを変えられたらいいかなと思ってます。まあ、2日間走られてっていうところはいかがですか。体調の面は問題ないです。であとは気持ちの面をもう一回立て直して、明日も一日頑張るだけかなと思います。お願いします。お願いします。もし書き方やごめんなさい、本当に怒られそう、怒られそう。はい、すいません。はい、まあ、送り方や仕掛け方が難しかったということで、まあ、久しぶりの400バンクでっていう 形でしたけども、まあ、その辺っていうのは明日に向けて何かどう改善するかっていうのはありますでしょうか。やっぱ自信のなさとか、その自分の体っていうよりは気持ちのコンディションで、こうちょっとこうそこが問題があってうまくできてない部分があるので、まあ、明日はもう本当勝負一発、オリンピックの時みたいな気持ちでしっかりやれたら、まあ、戦えると思います。だから体調面としては全然問題なくっていう感じですかね。そうですね、はい、大丈夫です。わかりました。まあ、ファン投票ドリームレースでのこの決勝進出になると思うので、最後ファンの方へのメッセージよろしくお願いします。はい、ドリームレースだったからこそ決勝に残れました。皆さんのおかげです。もう一回気持ちを切り替えて明日優勝目指して頑張ります。応援してください。